先日、日銀の12月の金融政策決定会合が行われました。大方の予想通り、現状維持だったわけですけれども、私の金融政策の見通しは、今のところ来年1月、マイナス金利政策解除ということで変えていません。そんなことも含めまして、来年の日本経済を展望します。2024年のえと昨の江立と言います。海外景気に不透明感が増しているわけですが、 それに、兜のように耐え、日本経済が底堅く推移する結果、金利、すなわち、リールドカーブが立つと題しまして解説します。ご覧ください。皆様、こんにちは。楽天証券経済研究所のあたごでございます。今日は、2024年の日本経済を展望したいというふうに思います。24年の江戸でございますが、木の枝つと言います。 レポートの表題、題名もですね、昨日えたつの日本経済、海外景気下振れに耐え、金利立つというふうに考えてみました。金利というのは、立つとなんか、んって思われるかもしれませんが、まあ、イールドカーブのことですね。長期金利の方がちょっと上がるというふうなイメージのことを申し上げたかったということです。この日本経済を見通すにあたりましては、 まあ当然のことですけれども、海外景気の見通し、それから日銀のですね、金融政策の見通し、まあそういったことも含まれます。そういった前提のもとで、日本経済、具体的には実質 GDP の成長率がどうなるかと、まあそのあたりを今日は皆様と一緒に議論したいというふうに思います。では行きましょう。はい。これがですね、海外経済の現時点での見通しということになります。ちょっと数字が小さいかもしれませんが、ここにですね、 アメリカ、それからユーロ圏、中国ということで、市販機の実質 GDP の成長率の見通し、それと歴年のですね、23年、20年、25年までの見通しを掲載しています。ここにブルンバーグ予測、各個中央値というのがありますけれども、これはまあマーケットのコンセンサス、 ということで、えー、お考えいただければというふうに思います、えー。その上段にありますのが、私の見通しということになります。早速、まあ、簡単ではありますけれども、米国から見ていきましょう、えー。アメリカはですね、一番上のになりますけれども、2023年の第4クォーターですね。 今のところですね、アトランタ連銀のナウキャストという、まあいろんな指数を見ましてもですね、プラスの成長を維持するんだろうというふうに見られますので、1%というふうに考えています。来年になりましてですね、ちょっと下振れまして、私の見通しは第2クォーターですので、4、6月期ですね、薄めのマイナス成長を見通しています。その後ですね、このあたりで FRB が利下げに転じるというふうに考えておりますので、 その後、まあ、回復に向かうと。まあ、そんな姿を想定して、数字を作りまして、歴年ですね、24年の見通しが、そこの右側にありますけれども 1. 1、1.1%。マーケットの見通し、ブルームバーグ予測がですね、1.2%ですので、まあ、ちょっと低めということでしょうか。25年になりますと回復をして1.7%。マーケットと大体同じような数字を見通しています。そして、今、あの、現状ですね、非常に厳しくなっております、ユーロ圏なんですね。 ドイツもちょっとデフレっぽい姿になりつつありますけれども、貴竹からですね、マイナス成長に陥っています。表にはないんですけども、第3クォーターですね、マイナス成長になっていますが、第4クォーターもちょっと厳しい姿を想定しておりまして、マイナスの0.1%ぐらいかなというふうに考えています。マーケットはもうちょっと厳しくてですね、マイナス0.4ぐらいということで、実は2期連続マイナス成長ということになりますと、まあ、テクニカルリセッションというふうな呼び方をしますけれども、まあ、景気後退というふうに 認定されてもおかしくない姿ということであります。 で私自身はですね、えっと、24年度第1クォーターも若干その厳しめの数字が続くんじゃないかなというふうに考えております。こちらも中央銀行がしばらくすると年をにかけましてですね、利下げに転じるというふうに考えておりますので、後半にかけましてはですね、緩やかに回復していくというふうな姿を想定しています。右をご覧いただいて24年の数字なんですけれども、ユーロ圏は0.2%という姿を想定しております。マーケットは0.6ですので、マーケットよりもちょっと慎重に見ているというふうに ふうにお考えいいいただければという,ふうに思います中国、非常に不透明感強まってますですね、中国もですね。で、中国は、まあ、基本的にアメリカ、ユーロ圏に比べて、潜在成長率、まあ、自力ですね、経済の自力、まだ、あの、高いという状況ですので、まあ、中国にとってみると、だんだんその潜在成長率は、下ぶれてるんですけども、まあ、海外、先進国に比べれば、まだ高いということで、まあ、数字もですね、ご覧いただきますとおり4、4%台ということで考えています。 だいたいブルームバーグの予測、マーケットの予測もですね、まあ、第1クォーターが5.3、ちょっと強めなんですけども、私は、まあ4、4%台ぐらいで推移していくんじゃないかな、というふうに考えておりまして、右をご覧いただいて24年ですね。だいたい締めてみると4%ちょうどぐらいかな、と。マーケットが4.5ですので、まあ、ちょっと弱め、というふうに、まあ、想定しています。だいたい潜在成長率が、まあ、人口が減ってきているということもありますので、4%ぐらいなのかな、 っていうふうに推定しておりますので、まあ、このくらいの数字が温当かなというふうに考えていますで。こうしたことをベースにですね、日本経済を見通すときには、まあ、輸出がどうなるとかですね、そういうことを考えていくというのが我々の仕事ということですね。さて、海外経済の次は金融政策ということになります。 はい。これがですね、日本銀行の金融政策の見通しの、まあ、簡単なスライドということになります。先ほどもちょっと申し上げたんですけども、昨日ですね、12月の金融政策決定会合というのが行われました。大方の見通し通りですね、まあ、現状維持ということで、 マーケットではですね、その終わった後に総裁記者会見が、まあ、いつも予定されてるんですけども、上田総裁が何か動くぞというようなヒントをまあ提供するんじゃないかというふうな見方をする人もいました。ただ、私も見ましたけれども、総裁記者会見ではですね、特に、ね、近々動くぞというふうなニュアンスのことというのはまあ、発言としては出てこなかったと。 いうことなんですね。ただ、私から言うのも何なんですが、まあずっと見ておりまして、上田総裁、どちらにも蓋をしてないんですね。やるともやらないとも言っていない。上手に、えー、記者会見、記者からの質問にお答えになっていました。熟慮のもとでお答えになっているということで、非常に卒なく、 記者会見ををられたたなととといいうふううふに強く印象を持ったということでありますが私の金融政策の見通し、これなんで金融政策の見通しを作らなきゃいけないかと言いますと、当然金利の見通しに大きく影響するからですね。で、日銀のですね、来年の金融政策、私の見通しは、これまでの日本銀行の情報発信を前提にすると、今のところなんですが、1月にマイナス金利政策を解除すると。 いうふうに考えています。まあ、もし1月でなくてもですね、次は4月。4月厳しければ6月。まあ、このあたりでいずれにしても来年の前半のどこかでマイナス金利政策は解除されるという想定を、ま、置いています。今スライドでご覧いただいてますのはですね、これ懐かしいなとお感じになられる方もいらっしゃるかもしれませんね。あの、実はずいぶん前ですね、2016年1月のことになります。日本銀行がマイナス金利政策を導入した時ですね。 このマイナス金利政策を導入したときに、日本銀行がホームページ上にアップした、公開した説明の中にあります、その絵がこれなんですね。上の東西預金の絵になります。東西預金と言いますのは、ちょっとまあ、あの、めんどくさい話になって恐縮なんですが、各国ですね、どこの中央銀行も同じなんですけれども、準備預金制度というのがあります。銀行さんがですね、いろんな銀行さんいらっしゃいますけれども、 預預金金を集められるるがあるわけですよねその預金の金額に応じて一定の比率をですね、中央銀行に預けなさいというのが、まあ、準備預金制度というわけですね。日本にもそれがちゃんとあります。その準備預金制度のもとで、各金融機関の皆様が、えー、日本銀行に預けた預金のことを、当座預金というわけですね。特にその法律で決まっている金額のことを、納めなきゃいけない金額のことを、所要準備額と。 言います。所要準備額をですね、ある一定の期間、一定の比率の下で計算した金額を積むということを毎回毎回各金融機関さんを行っているわけですね。その一定の期間というのを専門的には積み期間というふうに言います。これが今のご覧いただいているスライドの右側にちょっと本当に簡単なんですが説明を書いている内容なんですね。その積み期間というのが実は1ヶ月なんですけども、 月初から月末というものではなくてですね、当月、ですからまあ本月で言いますと、12月の16日ということになりますね。当月の16日がスタート。で、次の、月のですね、翌月の15日までということになっているんですね。16日から翌月15日までが積み期間と言い,いまして、その期間の中に定められた金額というのを、当座預金として積む。これが所要準備額。 まあ準備、預金制度ということになるわけですね。ですので、これはまあめんどくさいんですけども、例えばですね、1月にマイナス金利政策を解除しますと、日本銀行が MPM、金融政策決定会合で宣言したとしますと、金融政策決定会合は1月の22と23なんです。ということは、1月の積み木には間に合いません。なので、1月に発表したらですね、マイナス金利を解除するタイミングというのが必然的に 2月の16からということになるわけですね。で、こういうパターンというのは実は2016年の1月マイナス金利政策を導入した時と同じなんです。あの時も1月の MPM 金融政策決定会合でマイナス金利政策を導入しますと発表して適用されたのは2月の積み期から2月の16日以降の積み期間からとそういうことになったわけですね。今回もおそらく まあそういう形でマイナス金利政策は解除されるということになると思います。このあたり、なかなかあの、お理解いただくのって、まあ、あの、めんどくさいっていう話もあるんで、なかなかこれを理解して、というのは皆さんが全部っていうわけにな,なかなかならないわけですよね。で、説明をすると結構、うんー、うん、っていう感じで、まあ難しいわけですけど、まあこんなテクニカルな話。ですので何が言いたいかと言いますと、マイナス金利政策の解除というのは、簡単じゃないんですね。えー、オペレーション。 金融調節をしている相手先、金融機関の皆さんの、まあ、実務上の都合というのもありますので、実はですね、金融機関にとってみると、ちょっと前もって言ってほしいというのが、まあ正直な気持ちなんですね。ですから 予告するんじゃないかとか、そういう話も出てきてたということなんです。まあ12月は何もなかったということなんですが、1月にするとすればですね、まあ1月に22、23の金融政策決定会合で決定して、で、マイナス金利を解除するのが2月の16日以降と。じゃあどういう金利になるのかと。これも一つ大きなポイントなんですね。またこれもめんどくさい話になるので、ちょっとお付き合いいただければと思いますが、今ご覧いただいている当税金の絵があります。で、これ3階層に分けてですね、 一番上にピンク色の面積のところがあります。これ、政策金利残高というわけですけども。この当座預金の3つに分けたら1つですね。ピンク色のところにマイナス0.1%というマイナス金利を設定している。これが今のマイナス金利政策になるわけですね。で、これやめようということをやってるわけですね。で、これやめてもですね、実は当座預金、他のところをご覧いただくと、一番下、これ200兆円以上あるんですけども、 基礎残高と言いましてですね、値引きのように積もっている当座預金の結構な金額があるわけですね、ここに、実は不利とよく言うんですけども、付属の負に、まあ、金利の利ですね、この不利というのが0.1%、つまりここに預けた当座預金にはですね、0.1%の金利というのを日銀が払っているということなんですね。 ですので、金融機関の皆さんは、当然、預金をここ積むことによって、ここの部分については、0.1%の金利を得ることができていると、そんなことになっているわけです。じゃあ、マイナス0.1%という、一部に貸しているマイナス金利を、まあ、やめるということになったときに、他の金利どうするのって話になるわけですよね。 私はですね、このマクロ加算残高、この青色のところと、それから緑色の一番下ですね、0.1%基礎残高、この不利はですね、変わらないんじゃないかと思うんですね。ということになりますと、おそらくピンク色のところが一番下の基礎残高、緑色のところに吸収されるということになるんじゃないかなと想像しています。で、ここがポイントです。実はですね、当座預金に設定している不利の水準と、例えば、 その政策金利といったときには、今はその一番上のマイナス0.1が政策金利になっちゃってるわけなんですが、通常はですね、ご存知の方も多いと思いますが、こういうスキームを導入する前というのは、まあ量的緩和の前ですね、黒田さんが総裁になられる前、実は政策金利の対象になっている金利というのは、短期金利の代表的な指標であります、無担保コールレートオーバーナイトものという金利でした。 これはコール市場で成立している、まあ、オーバーナイトものの金利なんですけども、これを誘導しようと。これが政策金利だったわけです。で、実はこの2013年3月の金融政策決定会合の時、これですから黒田総裁がですね、今上田総裁の前、黒田総裁ですけども、就任されたのが実は4月。まあ、正確には3月だったんですが、まあえっと、黒田さんの異次元緩和というのは実は2013年の4月から開始されている。 ということなんですね。でそれで、黒田総裁が異次元緩和を開始される直前の金融政策の政策金利というのは、実はここのスライドに掲載しております、無担保コールレートオーバーナイトものを0から0.1%程度で推移するよう促す。これが政策金利でした。もう一度、当座預金をご覧ください。あれとお感じになると思いますが、マクロ加算残高のところの0%、基礎残高のところの0.1%、 なんか重なるんですね。実務上実はですね、この当座預金の不利、金利ですね。それと政策金利、もしコールレートに政策金利がなるんであればですね、この無担保コールレートオーバーナイトものの金利とずらすわけにいかないんですね。最低が働くので、実は同じにしなければいけない。そういう技術的な事情があります。実はこういうことはですね、FRB でも起きていて、FRB アメリカの中央銀行ですね FRB の政策金利というのはフェデラルファンドレートといいまして FF レートっていうわけですけどもそこの政策金利とそれから同じように FRB に積まれている準備預金があります当座預金がありますここに与えている金利貸して設定している金利と実は同じように動かすっていうのが向こうの金融政策なんですよね、まあ、同じようなことが日銀でも起きますのでおそらくですねマイナス金利を解除した後この2013年3月の 政策金利、つまり無担保コールレートを覚わないとものを0から0.1%程度で推移するを促すというふうに戻って、そして当座預金の不利も今と同じ0と0.1ということになるんじゃないかなというのが私の読みであります。で、こうなるのが今のところ、さっき申し上げましたが来年の1月じゃないかと。 適用されるのは2月から、2月の16日からということになるわけですが、もし1月でなくてもですね、今の日本銀行の情報発信とか、まあ、トータルで考えますと、おそらくまあ4月、マーケットの見通しも4月という方多いんですけども、あるいはそこでできなければ6月ということになるんでしょうね。まあ、それが来年の金融政策の私の見通しということになります。そのもとでですね、ポイントになりますのは、 長期金利がどうなるかというのは、まあ、10年ものをよく指すわけですけれども裏返しますとですね10年ものの国債の流通利回りというふうにまあ考えられます、まあ、価格ですね価格と金利というのは反対方向に動きますので まあ、こっちから見れば価格、こっちから見れば金利みたいなイメージですね。で、この10年金利が来年どうなるのかっていうのも、とりあえず見通しを作るときにはですね、前提として置かなければいけないということなんですね。今ご覧いただいてますのが、21年に入りましてから日本の10年金利がどう推移したかというのをご覧いただいています。赤い点線が日本銀行が設定しております。長期金利の上限というやつですね。まあ、黒田総裁のとき、昨年12月に、 この長期金利の上限というのを0.25から0.5に引き上げまして、上田総裁になられましてからですね、7月と10月に段階的に引き上げてきたと。今は長期金利の上限というのが、ここのグラフにあります通り、右側に書いてますが1、1%を目処としてということなので1、1%をとりあえず上限としてるんですけども、多少ちょっと上に行っても、まあ、許容しますと、目処というふうにちょっと曖昧に設定されているというのが、今のイルドカブコントロールとそのスキームになります。 で青いラインをご覧いただきますと、もう上限をですねちょっと下に行ってて、ですねマーケットが長期金利を決定する、マーケットメカニズムによって長期金利が決定するという状況になっているということですので、まあ、このままですねマーケットは例えば日本の景気をどう見るか、物価をどう見るか、金融政策をどう見るかということで、今後の長期金利が決まってくると。 ということなんですね景気が底堅く推移して、えーまあ、インフレが反映されるそんなことになりますと長期金利というのはだんだん上がっていきます来年は欧米の景気がちょっと怪しいんですけども日本の景気は今からご説明しますが底堅く推移するという見通しにしておりますので自然的に長期金利もですね徐々に上振れていくしたがって短期金利はですねさっき申し上げたとおり、まあ、0から0.1というふうにしたとしても 非常に低いレベルで維持されますので、長期金利がじわっと上がっていくと、イールドカーブですね、全体はちょっと立っていくと。そういうふうになると。来年のですね、まあ、末と言いますか、まあ、10、12というふうに言ってもいいと思いますが、私の10年金利の見通し、長期金利の見通しは1から1.5。えらく幅があるんですけども、ちょっと上振れても1.5ぐらいなのかなというふうには考えておりまして、まあ、1から1.5のレベルでですね、考えますとちょっと上ですね、来年はそういうふうに推移していくんじゃないかなというふうに見通しています。 さて、為替のお話です。為替を考えるときはですね、まあ、ドル円相場というふうに限定してちょっとご説明をいたしますと、ドル円相場を考えるときに、私いつもですね、ずっとこんな考え方でイメージを作っています。今ご覧いただいておりますスライド、ちょっとマトリックスな感じになっているわけですけれども、えー、実はですね、4つの証言ですね、そういうマトリックスで先行きどうなるんだろうということを いいいつも頭の体操をしているとうこの表なんですけれども上にですね日本米国と書いてますねそれぞれに下をご覧いただいてここに短期金利というふうにしています短期金利がまあ日米で比較して金利が高い方にお金が流れる ということで、為替が高くなるということになるわけですが、短期金利というのは金融政策で決まります。ですので、短期金利、括弧金融政策というふうに書いて、日本とアメリカを比較する。で、日本の短期金利が上がって、アメリカの短期金利が下がって、ということになりますと、お金は金利が高い方を好みますので、そっちに流れるわけですね。そうすると、その通貨が変われるということになりますので、日本の方が高くなれば、円高になる。 そんななことになりますですので、右ご覧いただいて、まあ、来年はですね、日本は正常化、日銀正常化を考えています。それから、アメリカはいつ利下げに転じるかということを考えているわけですね。ですので、矢印はこんな関係になるわけです。そうすると、短期金利ということで比較をすると、ドル円相場というのは来年、円高方向ということですね。そして、下ご覧いただいて、景気と物価というふうに書いています。この景気と物価をですね、日本とアメリカで比較してみると。さっき申し上げたとおり、 日本の景気というのはおそらく来年も底堅く推移するでしょうと考えています。アメリカはですね、これまで5%を超える利上げをしてきましたので、ちょっと来年どうかなというふうな見方が多いわけです。私もそう見ています。ですので、日本はこの青い矢印ですが、ちょっと上方向。アメリカはちょっと景気は鈍化していくとした方向。そういうことになりますとですね、お金はですね、えー、強い方、景気の強い方に流れます。ですので、 こういう関係性から考えても、まあ、ドル円相場は円高方向。ということで、矢印は上を向いているわけですね。このようにマトリックスでですね、こう考えて、為替の矢印がどっち向いているんだろうと。それを総合的に考えて、来年は、ああ、どっちにしても円高だよね、というふうに考えているということですね。まあ、程度の問題はあります。もちろんですね。で、例えばですね、皆さんよく日米金利差ということで、為替を語るケースが多いという、まあ、お感じになっていると思うんですね。 よくあの専門家の間でも日米金利差、日米金利差ってよく言います。でも冷静に考えると日米金利差といったときに短期金利で比較してるの長期金利で比較してるのってもう結構言わないんですよね。で、都合よく短期金利で比較したり長期金利で比較したりってことはあると思うんですね。これ都合よくやっているわけではなくて、実はですね、今ここで表にご覧いただいたとおり短期の金利で比較をするときには金融政策の比較なんです。 長期の金利で比較しているときには、実は景気の比較なんですね。景気と物価の比較なんですね。そういうふうに整理をすると、日米金利差といったときにあ、どっちで比較しているんだろうと。短期ですか、長期ですか、なんていう、まあ、例えば質問もできるし、まあ、そういった頭の体操もできるということなんですね。来年はこのように考えると、まあ、いずれにしても、まあ、ちょっと、緩やかに円高方向に向かうでしょうと。 というふうに頭の体操ができるわけですね。私の見通しでは来年の10、12というふうに考えてもいいですし、年末というふうに考えてもいいんですが、ざっくりですね、130円、一ド130円ぐらいを想定していると。マーケットでもこういう見方が多いですよね。まあそのくらいだと。急に円高になるんですかとよく聞かれるんですけども、貿易収支の構造とかいろいろ変わってますので、オーバーシュートすることは多少短期的にあったとしても、急激な円高、例えば100円とかですね、本当にあの極端な円高というのは、 来年あんまり考える必要ないのかなというふうには思いますね。そして景気の話に移りますけれども、このご覧いただいているスライドはですね、何かといいますと、日本銀行の資金循環統計というのがあります。これ非常にまあ扱いがったのに重要な統計なんですけれども、その中で家計の預金ですね、現金預金、これの前年とのまあ比率ですね、伸び率、これを絵にしたものなんですね。これをご覧いただくと、 実は、新型コロナが蔓延する前というのは、まあ、ちょっと触れはありますけれども、だいたい前年比2%ぐらいの上下で推移してたということなんですね。ですので、現金預金、かけの現金預金というのは、だいたい2%ぐらいで伸びてるというような姿だったわけです。それが新型コロナでドーンと伸びまして、今減っていると、そんな姿なんですね。これがまああの正常化しますと、おそらく2%ぐらいなんでしょうね、というふうにまあ想像できると思うんですね。 何をしたかと言いますと、この時に、まあアメリカでもそうなんですが、新型コロナで、まあ動いて商標するという通常の活動ができなかったわけですね。ですので、まあ経済対策打たれて現金給付とかで支給されたわけですけども、結構預金に溜まっちゃったっていうことなんですね。これを強制貯蓄と言ったりします。最近過剰貯蓄と呼ばれる方も多いですね。まあいずれにしてもまあ強制貯蓄、過剰貯蓄というのがここで発生していると。日本でも結構な金額が発生していました。で、それがですね、 インフレが発生しているにもかかわらず消費が堅調だということの背景にあったとよく言われています。私もそう感じています。ということは逆に言うと、それがなくなってくると、インフレになかなか耐えられない、消費がだれるということにつながっていくわけですね。ですので、先行きを見るときにこの強制貯蓄がどのくらいあるのかというのが非常に先行きの消費を考える上で重要なポイントになります。 で、じゃあ、強制貯蓄を推計しましょうということでやってみた、簡単にやってみたのがこういうことなんですね。今ご覧いただいている、この通常の2%ぐらいの伸び、これが新型コロナがなかったとすると、多分続いてたんでしょうねと、まあ想定しまして、2%で新型コロナがなかった時の預金を推計することができます。そうやって推計した新型コロナがなかった時の預金と、 それから実際の実績との差ですね。これを強制貯蓄と呼びましょうということで推計したものが次のスライドになります。これですね。まあこうやって簡易的にですね、計算した強制貯蓄がピーク時はですね、実は50兆円超えるぐらい。50兆円ぐらいになってたわけですね。まあこのくらいですね、家計に預金が図らずも溜まってしまったという預金がこれだけあったということですので、まあ多少のインフレには耐える。 その体制と言ったりしますけども、まあそういうことが発生してたわけですね。で、これが先行きどうなるんですかっていうことを簡単に推計したのがこの点線の応募グラフになります。さっきの1枚もう一回戻りましょう。こういうふうにですね、前年比はこうやって下がってきてるわけですね。この下がり方が今後も続いたとしましょうかと。まあそんな過程を置いて先行きをちょっと2、3四半期に伸ばしてみたのがご覧いただいているこれです。 そうするとです、ね、来年頭、来年の1、3月ぐらいでもです、ね、20兆円を超える30兆円に近い強制貯蓄はまだありますので、まあ、しばらくは持つんじゃないのというのが私の見立てです、す。来年になりますと、まあ、インフレ率もだんだん下がっていくということが考えられますので、消費はよほどのことがない限り、まり、あ、しっかり底堅く推移してくれるんじゃないかなというのが私の見通しですね。 もう一つ、訪日外客数のグラフをご覧いただきたいと思います。最近インバウンド、よくまあ報道でも出ますですよね。インバウンド需要が相当回復していますということで、まあ、ご覧いただきますとおり、これは訪日外客数、まあ、海外から日本にまあ観光とかですね、あの訪れられた人数のトータルということになりますね。訪日外客数。この青いラインがそのトータル、全体の数字になります。新型コロナの直前はですね、 ピーク時299万人ですので、まあ、ほぼ300万人の海外から観光とかで日本を訪れられていたということになるわけですね。新型コロナでパタッと止まりましてですね。で、だんだんこう回復していると。で、10月の数字が、まあ、251万人ということですので、まあ、ほぼ7、8割型回復したというふうに、まあ、これ結構あの、月によって増えますので、どこで、どこを基準にするかによってちょっと数字変わっちゃいますけども、まあ、イメージとして7、8割ぐらい。 回復ししているとうう感じでしょうかねただし国別に見ますと結構ばらつきがありますでこれはあの緑色がですねちょっとこれも乱雑に書いちゃいましたけどもアメリカイギリスフランスドイツイタリアスペインっていうことになりますねこの合計をしたものがこの緑色なんですけどももう緑色はですね新型コロナの前を上回っちゃってるということでまあそちらから欧米から来られる観光客の皆さんっていうのはもうコロナ前を超えていると。 ところが中国、韓国、台湾というふうに合計をしたものがこの赤いイラインなんですがまだまだそのコロナ前を回復していないわけです。特に中国からのお客様がですね、実は数字を見ると3割ぐらいしかまだ回復していないんですね。韓国、台湾からのお客様というのはもう回復しています。ほぼ回復しています。 中国からが3割ぐらいということですので、まあ、それを考えますと、中国からのお客様、観光客の皆さんが増えれば、回復すれば、もっとこれ伸びるということになりますので、まだ伸びしろはあるなというふうに考えています。ですので、このインバウンドというのも来年の日本経済を支える大きな要因になるんだろうというふうに期待しています。結果ですね、日本経済の見通しがこれになりますね。この上がですね、実質 GDP というのが、 まあ、いわゆる景気ですね。実質 GDP、国内移送生産になるわけですが、これ、ちょっと見ていただいて、蓄がですね、良くなかったんですね。前期比マイナス0.7%ということで、GDP ギャップ、よく、うん、まあ、報道にも出ますけれども、GDP ギャップもですね、ちょっと下振れまして、マイナス0.5。これ実はですね、46がプラスになっていたので、あ,あ、プラスになっていけばいいなと思ったんですが、ちょっと凹みました。 で、10、12からですね、まあ、回復を見通しています。まあ、回復していると言っても、まあ、緩やかなんですが、0.4%ぐらいで前期比ですね、回復して、で、ちょっと海外景気が、ちょっとスローダウンしますので、ちょっと下振れますけれども、まあ、結果的には23年度、これ年度なんですが、23年度は1.6%。マーケットの見通し、まあ、よく、まあ、報道にも出ますのは、日経センター、日本経済研究センターが集計しています、ESP フォーキャスト。 これが大体こんなもんなんですね。1.5とか6とか。ですので、結果的に同じような数字になってます。1.6%。まあまあ、海外に比べるとしっかりということでじゃないでしょうかね。それから24年度が0.8%ですね。まあ、この辺も微妙なんですけども1、1%いってほしいなという気はちょっとあるんですけども、海外景気の下振れというのを前提にしてますので、まあ、この程度ということであります。まあ、いずれにしても、まあ、景気交代になるということではなくて、底堅く推移するという姿を、まあ、描いているということですね。 えっとそれからまあ CPI ですね。消費者物価指数というのも簡単に見ておきましょう。今年はですね2.8%ぐらいになると思います。これはまあ日銀の展望レポートとまあ。 同じぐらいということですね。ただし24年度、日銀の展望レポートはなんと2.8位を想定しているんですが、えっと、マーケットでだいたい2.23ぐらいですね。私も2.1位ぐらいかなと。もうちょっと上か、あるかもしれませんが、2%台前半と見ています。25年度は1%台後半ということですね。そんな姿を見ていると。で、1月、さっき申し上げました、マイナス金利政策の解除ということになりますと、 日銀の25年度の物価の見通しが多分2に乗っかってくるんじゃないかなと思いますので、まあ日銀の方がちょっと強めという数字になっていくと、まあそのどっちが当たるのかというのはちょっとわかりません。時間が経って実績が出てこないとわからないということですね。こんな日本経済の姿を想定していて、最後にリスクを簡単にご紹介しておきます。非常に私気になっているリスクが、えー、っとアメリカを中心とするマネーストック、マネーですね。 マネーの収縮ということになります。このマネーストック、アメリカのマネーストックのグラフをご覧いただいていますが、新型コロナで垂直に立ってですね、すごい伸びたんですね。で、今、下に向かっていると、ちょっと衝撃的なグラフになっています。マネーストックといいますのは、一言、ちょっと簡単に申し上げておきますと、経済と密接に関わりがあります。まあ、経済活動、必ずお金のやり取りが発生するわけですから、経済活動とマネーというのは、 コインで言うと表と裏の関係にあるわけですね。マネーが減ると、まあ、経済活動がちょっとややまあ低下しているという現れかもしれないということで、非常に私がこれ気になっているというのはそういう意味であります。実はですね、マネーストックが減っているのはアメリカだけではありません。ユーロ圏もマネーストックがマイナスになっているということで、非常にこのあたり、欧米の景気がスローダウンしている現れなんじゃないかなということで、 気になっていると。もし来年アメリカの景気というのがハードランディング、よく言われますのはソフトランディングかハードランディングかという。まあ、いずれにしても鈍化するんだけども、それがきついのか緩やかなのかという違いなんですが、えー、思ったよりもアメリカの景気、あるいはユーロ圏の景気が来年下振れてしまうようなことになると、まあ、日本の景気にも影響が出ますので、このあたりが大きなリスクかなと。当然、こういうふうな話になりますと、 金融政策にも影響が及んできます。マイナス金利を解除するなんてことができなくなる可能性もありますし、追加利上げゲなんてどっか行っちゃうみたいな、あの、全くそんな話にはならないということになってしまいますね。その、欧米の景気が相当悪化してしまうとですね。まあそういうリスクは、まあ一つ、えー、テールリスクとして頭のどっかに入れておいた方がいいのかなというふうに思います。今のところは、 ソフトランディング。まあ、景気がスローダウンしてもそこはそんなに深くなくて浅いんじゃないかというふうなメインシナリオを立てているわけですね。ということで今日は日本経済の2024年の姿を見通してみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。